績を残した日本の数学者参戦、高木貞治、数学界の巨星、特に高木の定理は数論の基礎を築き、後世の数学者に大きな影響を与えた。彼の研究は数学のみならず、物理学や工学にも応用され、学際的な進展を促進した。岡木義、幾何学の魔術師と称される。彼の業績である複素関数論は、複素数空間の領域で重要な役割を果たした。岡の研究は、数学の概念を再定義し、現代数学における重要な枠組みを提供した。伊藤清、確率論の革命家。伊藤の公式は確率論における画期的な発見であり、ファイナンス理論や物理学にも応用される。伊藤の理論は数学のみならず、世界経済にも大きな影響を与えた。